んにちは、ゆうたろうと文次郎です。今日は令和4年7月の29日金曜日です。時刻はね、3時半を過ぎました。ここはね、セイコーマート橋本さんです。今日はね、この間文次郎くんがセイコーマートのね、本を予約したということで、今日そろそろ来てるかなということでやってきました。それからね、セイコーマートのオリジナルのね、手を拭くね、ハンカチがあるということで申し込みました。それももし来てればね、一緒にもらいたいと思います。それから今日はね、お昼食べてませんのでね、これから橋本さんでイートインコーナーが空いていれば、イートインコーナーでね、ご飯を食べていきたいと思っています。橋本さん、今日ね、どんなホットシェフがあるか楽しみです。今ね、店長さんと話をしました。西のね、橋本、東の小沼屋ということでね、関東では2大販売力があるというセイコーマートですけども、今店長さんと話したらなんかね、橋本さん3位になっちゃったそうで、皆さんね、ぜひ、機会がありましたら埼玉県吉川市のね、セイコーマート橋本さんの方においでいただければなと思います。ぜひね、関東で一番を取りたいので、皆さんご協力お願いいたします。というところでね、今日は橋本さんでね、昼兼夕食をね、食べていきたいということで、今日珍しくね、文太郎くんも紹介したいということでやってきました。で、今日はね、珍しいチャーマヨ卵サラダということで、ちょっとね、私はこういった横文字が苦手なので、こちらがね、118円の100円惣菜になります。それからね、今話題になってますプラスチックのね、スプーンを排除しようということでね、でもセイコーマートはこちらのスプーンをね、いただけます。スプーンがあるということはもうね、皆さん分かると思う。私はカレーを買いました。あとこれがね、結構美味しかったんですよ、ハニーマスタードチキンサラダということで、これ結構美味しかったですね。しかもいつも言ってます、ドレッシングがついてます。そしてね、今のスプーンを利用してね、こちらのカツカレーを食べます。カツカレーは580円なんですけども、カツが丸ごとね、1個乗ってますので、非常にお得で美味しいです。それから今日はアイフィルコーク、いつもはちっちゃいやつなんですけども、今日はね、お腹が空きました。それでね、大きいのにしました。それと今日はね、橋本さんで予約していたセイコーマートのね、本をもちろん予約してたんですけども、こちらをね、いただきました。この中にはね、おそらくね、このマルチポーチとですね、何かあのホットシェフのね、何かキーホルダーみたいなのが入ってると、こちらですかね、入ってるみたいなので、後でね、開けてみたいと思うんですけども、これすごいですね。なんかこの鮭の柄の中にはこういったね、ちょっとおしゃれな柄のね、布が貼ってあります。このぐらいの容量が入りますよということでね、ただね、本自体は写せませんので、付属のね、おまけ、それをね、皆さんに紹介したいと思っています。ではね、ちょっと2人ともお腹空かしちゃったもんですから、ご飯を食べたいと思います。今日は平日なのでね、比較的橋本さんも空いています。今日ゆっくりね、ご飯をみんな4人でね、食べたいと思います。今ね、文太郎君たちはお食事が終わってね、セイコーマートのね、ファンブックを開けました。このね、ファンブックというのは本という話で聞いていたんですけど、実はね、こちらの箱の中には ほとんどね、こちらのオリジナルバッグがね、入っていました。その他にはね、今ね、テッド君お気に入りのこちらのね、ホットシェフのこの、なんていうんですかね、
キーホルダーみたいなのがついていましたので、もう出てこはね、いち早く自分で取ってしまって、こちらね、キーホルダーを頭につけています。モンタロ君、モンジロ君笑ってますけどもね、よっぽど気に入ったみたいですよ。それでね、こちらのセイコーマート、裏側、表側ということでね、モンタロ君たちと比べるとこのぐらいの、ね、大きさになります。で、中身なんですけども、このようにしてね、とてもカラフルな中身になっています。中までね、おしゃれな柄がついています。それでこのね、本なんですけども、実はね、ペラ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 っとめくってみますと、10枚程度しかね、本といってもね、載ってないんですよ。じゃあね、裏もペラペラっとね。で、何かね、セイコーマートの新しいね、我々がハッとするような情報があるかなと思ったんですけども、特に我々が得ている情報以外にはね、何も載っていませんでした。でもね、こちらのバッグ、とってもデト君お気に入りです。本当にモンジュがね、大笑いしてますけども、これをね、予約した方は皆さんもう手に入れたと思いますけどもね、我々は今日手に入れました。家に帰ってね、これをちょっと読んでみたいなと思います。ちょっと著作権の関係でね、この表表紙しか、大変申し訳ないんですけども、写すことができませんが、中身はね、10枚ぐらいのページ数ということで、ちょっと私としては期待外れだったなということで残念でした。でもね、こちらのポーチいただきましたんでね、これは最高です。ではね、今日はモンタロ君、モンジロ君がセイコーマートの橋本さんでファンブックをもらったと、予約していたファンブックをもらったという話でした。またね、このファンブックにつきましては、おそらくね、いろんな方が動画に上げると思いますが、私どもはね、ここまでということになります。